寒い寒い。盾ありましたっけ？ありゃいいんやけどね。好きに持ってっていいんだよね。その盾ちょうだい。弓矢。持ってっていいの？なんかすっげえいっぱいある。ありがとう。サーバーサーバーサーバー。水？うん。ほい。ごめん。おお。ふん。まず普通の実をやってみようか。雷の実。でのお告げは進むべき場所ざらし。水の実結構少ないんですよね。水の実も。おお。そういうやつ。これ座標やな。どこやこれ。現在が38823000033。だいたいすぐそこなんだよけど。これのイベントもまだ終わってへんねやけど。あとこれもあと3つ見つけんだが、これこれやね。ここね、これとさっきのやつと、ここに捕まってるおっさんと、まだ割と終わってないんだよね。多分下から上がってくるんだと思うけど。あっ、めり込んだ。けど次はこれっぽいんだけど、そのために、ね、隠された石碑をあと3つ？地下街にあるんだよね。これ聞いたな。恋愛教室。ヒントあった。恋愛教室と崩れたり、兵士さんいなくなったし、南のエリア。恋愛教室。
天井。これじゃね？ほら。こんなん。わかるかよ。こんなんわかっかよ。何何？ゲルドを守りし七英雄、御霊はゲルドの地に眠ると。残り2つ。南エリア。行っちゃう。ここか。これじゃないよね、これ。北の遺跡に続く通路の奥。南。北の。私が来たやねんっていう話なんよね ここにも弾ある。2だよね。よっ。南エリア。これのことやと思うよね、南エリア。とりあえずこれやろ、北の遺跡。町の構造が変わってるのかしら。もうこれしか言わないから。恋愛教室、あ、やっぱり見つけたやつも言ってるから。南は多分下のだとして、北の遺跡につながる通路の奥。こことそこだと思う。これやね、とりあえず。
これあと一つ。ゲルドを守りし七英雄、再び力宿るとき真の英雄マミエン。あと一個。あ、バー。西エリアバー。マジ？正解はここのねルピーのあった裏口から通れルーフでした。わからんて。でお前は何やったんや。えいつの間に。わびすけ！ね、君男ですよね。男子禁制の掟、厳格で有名なのに、敷地内にちょっと顔出しただけで牢の中さっと。妻のベディとアクレット、娘の姿が見えるので辛いというよりはむしろ嬉しいですけどねと。妻の姿は一度も見てなくてねと。うん、パパここだよ。お前どうやって中に、ね、さっさと外に出るんだ。いやそこ繋がってたのか、全く分かんなかったわ。さあ、多分あのまま一生分かんなかったと思うんで、もうしょうがないね。見たまってこの玉のことじゃないと。真偽対地非同銃の力を結ぶ存在。ヤクルピーということで、これをはい、あらその玉、ここやね。よいしょ。乗りますな。ぴったりーと。パトリシアちゃんのマガタマ、まずお前の言ってたわ。ね、ここでさっきのパトリシアちゃんの番号が聞いてくるわけね。お願いします。4つぐらいの場所はねもう分かってるんだよ。あ、1個ずつもらえるんや。
微妙にずれてる。全部の場所が分かってたらいいんだけどね、全部の場所は分かってないんだよね。持つよりこれの方がちょっと早い。どんどんひんやりメロンが、これかな、投げて乗るかな高さが足りない。正直座標で言われるの辛いんすよね。まあもう一個はここ残りは分かんない、ここまでしか分かんない。ん？ここにもあった。おいおいおい、ティクルが大事にしてるんだよと。ティクル、ティクルちゃん寝てる。ビッダまあ、一度寝たら起きないらしいぞ。マキュア、カーラ、あ、ティクルいた。よし、3時、まあこれ届ける時間ぐらいはあるやろ。何時に起きるんやろな。ちゃうか、たるか、丸かったから。もっと丸くなれよ、ね、じゃあ熱くなれよ。これで4つ目、あと1個は分かってるけど、じゃああと2個見つけんとあかんわけか。とりあえず夜は終わったね。子供たちが起きる時間かな。まだ寝てる。5時起き？ 5 時起き？ 5 時に起きなかったらまた探しに行こう。起きた！あれ？これこれ、ティクル、ティクル、ティクル、どこ行った？お、いたいた。これこれちょうだい、これこれ欲しいんですよ。ちょうだい、ダメだよっと。勝負、
地下街。砂ざらしを隠すから探せ。ベッド。1分半。あった。ありゃ見つかっちゃったか。すごーいと。ワーチャー先生が言ってたんだけど、一緒にいて楽しいボーイをボーイフレンドにするのがいいんだってと。幼女。今作は合法幼女はいなくなってしまったのでね、20歳ぐらいになっちゃってから。さあ残り2個。何回この道を歩けばいいんですかね。丸。しんどい、しんどいよ。回る。あと2個。これなんかどっかで見た気がするな。うん、23ってこれぐらいの高さだわ。23この高さだ。地下じゃねえ。あったお前か。ああ持ってくの結構な距離やな。さすがにこれは。落ちた。さあラス1。どっかで見た気がすんだよね。 そんなに遠くないんじゃないかな。ここ800。これだ。こん中だ。いや無理やってこんなね、どっかで見たことある気が嘘でしたね。こんなん見つけとるわけない。そんなもんね、前情報なしで見つけれるわけねえよ。さあ長かった、めちゃくちゃ長かった。最後の1個。さあ何が起きる。8体目はどうした？まあここが開くんでしょうね。最後の一つよね。揺れてる揺れてる。まあそこ開きますわね。こんなところに隠し部屋が。さ早速中に。ね、あなたが発見できた、あなたのおかげで発見できたんだからお先にどうぞ。行ってきまーす、我らの感謝と賛美の思いは尽きることなし。真の英雄への贈り物を北ゲルド遺跡にある我らの聖域に祀らん。
8人目の英雄像によりし巨獣が道を開く鍵なりと。なるほど、北ゲルド遺跡の聖域の巨獣、ね、少し北に行ったところにある大きな遺跡よ。北ゲルド遺跡まで運ぶだけよねと。地下に聖域と呼ばれるところ、巨獣を運んでほしい。でっかい玉あったっけ？まず御霊を探さんとあかんのよね。いつ終わんだよこれ。砂ざらしちゃんが教えてくれなかったら見つけれる気せえへんけど。最後の御霊、教えてくれるのかな。もう宝箱取って終わりの気分だったのに。教えてくれてるっぽい。3753-2277-0033-3753-2277 ってだいぶ遠いぜ。さあ上から行こう。